1955年の南海ホークスでは、1955年の南海ホークスにおける動向をまとめる。この年の南海ホークスは、鶴岡和人監督の10年目のシーズンであり、2年ぶり6度目のリーグ優勝に輝いたシーズンである。前年終盤力尽きて、西鉄の球団創設以来の初優勝を許したチームだが、この年も開幕から絶好調で8月まで、 前年覇者の西鉄とデッドヒートを展開。8月以降は西鉄とのゲーム差を広げ、日本記録の99勝を挙げ、最後は西鉄に9ゲーム差をつけて2年ぶり、パリーグになってからは4度目の優勝を達成。投手陣は、タクワ元トと中村大成が共に20勝以上を挙げ、マルコヒロシ、小畑正春。 戸川一郎が10勝以上を挙げるなど、防御率2.61は3位の毎日が記録した2.46、に次いで、リーグ2位を記録。打撃陣も、木塚忠介、岡本勇、飯田徳次らの活躍で、リーグ2位の90本塁打を記録し、盗塁数も245個で、リーグ1位を叩き出した。日本シリーズでは3勝1敗と巨人を圧倒し、 日本一は目前だった。しかし大手のかかった第5戦以降を連敗。最終的に3勝4敗で敗れ、鶴岡監督の悲願である、打倒巨人はこの年もならなかった。ありがとうございます。